広島ライトニングは広島県をホームタウンとして BJ リーグに所属していたプロバスケットボールチームである。2016年4月30日にコーチと全選手との契約解除し活動を休止した。2013年に創設。2014から15シーズンから BJ リーグカブリーグにあたる BJ チャレンジリーグに参加。翌2015から16シーズンから BJ リーグに所属する。中国地方における BJ リーグ加盟はシマネスサマジック以来にチーム名である。チームカラーは紫ときチーム名、ナイトニングは稲妻を意味し、雷鳴のように力強く、また光り輝くチームに、そのような人材が育てられるよう願いを込めて名付けられた。なお当初は BJ チャレンジリーグ広島、後、広島サンスターズと名乗り、 2014年2月から現、名。チームを運営する、広島プロバスケットボールは、バスケ、A 会は、チアダンススクール、BJ アカデミー広島を運営しており、所属選手は、BJ アカデミー広島の講師も兼任する。ホームアリーナは、朝サミナミクスポーツセンター。広陵高校、広島経済大学出身の中島健太は、BJ リーグ、東京アパッチ練習生を経て、 アイビエル日本トルネードで第1期生としてプロ入りし、以降アイビエルバンクーバーボル系のノスで活躍した。それと並行してオフシーズンにはバスケクリニックを広島で開催していた。2012年シーズン終了をもって中島は帰国、今度は NBA つまり 世界でプレーする選手を育てようと広島を拠点にバスケアカデミー開校を目指し、その運営母体として2013年4月、広島プロバスケットボール株式会社を設立した。当初は中島のみが主体で活動するバスケクリニックを行っていたが、2013年7月、BJ リーグアカデミーと業務提携以降、BJ アカデミー広島として開校している。 BJ チャレンジリーグ参加表明2013年7月、BJ リーグはその下部にあたる新リーグ BJ チャレンジリーグ構想を発表。この際に BJ チャレンジリーグ広島として参加を表明した。2014年10月3日、中島社長と共に BJ リーグコミッショナー川内敏光、BJ チャレンジリーグ最高責任者、中野秀光のほか安部達也。 東秀樹の BJ リーグ主要幹部すべて出席した記者会見が広島商工会議所で行われ、チーム名、広島サンスターズの発表とチームの方針、初代 HC として元バンクーバー HC のジョーナバーロ就任とこの時点で契約締結した選手の紹介、そして開幕戦はサンスターホールを用いることが発表された。ただ、 この時点で決めたチーム名は商標を配慮したものではなかった。そこへ2014年12月、サンスターよりチーム名についてクレームが入ったためチーム名称を変更、広島ライトニングとした。また、ナバーロが家庭の事情により退任し、中島がチーム代表権監督に就任した。BJ チャレンジリーグ2015、BJ チャレンジリーグ初年度は、 広島と兵庫インパルスの2チームのみ参戦が確定2015年1月から4月までファーストラウンド同年6月から9月までセカンドラウンドが兵庫とのホームアウェーで行われるアリーナはファーストラウンドホーム3試合はそれぞれ朝北区スポーツセンター朝南区スポーツセンター中区スポーツセンターの3カ所で行われた結果は ファーストラウンドは6戦全勝している。また、このシーズン中である2015年4月には、目標であった BJ リーグ参入が2015から16シーズンからとして決定した。BJ リーグ2015から16このシーズンから BJ リーグに参戦する。当初、ホームアリーナは、浅見ナミクスポーツセンターを用いることになっていたが、会場確保において、 ホームアリーナを借りることができず、またチーム経営がうまくいかなかったために、有料開催を無料開催に振り返ったり、シーズン途中から山口県内で試合開催していた。ヘッドコーチに毎シーズン途中に対談したジョーナバーロが再度就任。BJ リーグや NBL チーム所属経験者を含む9名の日本人選手及び3名の外国人選手と契約して開幕を迎えた。 しかし、開幕直後より対談者が相次いだため、毎シーズン、広島ライトニングに所属していた選手を呼び戻したり、BJ チャレンジリーグの兵庫インパルスに所属していた大学生選手と契約して、選手を補充した。1月末に、ナバーロ HC も契約解除となったため、1月30日31日の大阪エベッサ戦は、 広島と高知契約を締結した兵庫の勝又秀樹 HC2 月6日7日の島根、スサノーマジック戦は和歌山トライアンズアンバサダーの石橋貴俊が指揮を取った。この翌週よりナバーロが復帰している。チームの成績はシーズン開幕から5連敗した後、10月17日に浅見並区スポーツセンターでの高松5アローズ戦で初勝利を挙げる。しかし、 その後は再び連敗が閉幕まで続き、リーグ全体の再開に沈んだ。レギュラーシーズン終了後の2016年4月30日、公式 Facebook 上で、ナバーロ HC 及び全選手との契約解除を発表。これがクラブからの最後の情報発信となり、公式サイトもクローズされ、事実上の活動停止となった。ナバーロは、 B2 リーグの香川ファイブアローズのヘッドコーチに就任。大沢歩美と前村哲也も香川に移籍し、西尾祐希、中島拓也、小柴聖が B3 リーグの埼玉ブロンコスに移籍した。後日する B リーグ参加が認められなかったことにより、運営母体の経営が悪化し、2016年4月30日をもって活動を休止し、2017年6月6日に、 運営会社の広島プロバスケットボール株式会社が広島地方裁判所より破産開始決定を受けた。法人解散後、代表だった中島は一般社団法人バスケットボールジャパンアカデミーのスタッフを経て2020年より金沢武士団のゼネラルマネージャーを務めている。2015年6月、ライトニングは2016から17シーズンから 開幕するジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグに向け参加申請した結果、JPBL 再編を主導するジャパン2024タスクフォースは、県協会の支援文書提出を前提に条件付き参加を認めた。しかし、県協会は、協会承認の元 JPBL に参加表明したドラゴンフライズとの2チーム共存は、 広島都市圏での経済規模の中で存続していくのは可能なことではないとして支援文書提出を拒否した。これを受けてライトニング側は支援文書の提出期限4日前にあたる2015年6月11日日本スポーツ仲裁機構に県協会を提出した。ジャパン2024タスクフォースはライトニング及び県協会に対し事情聴取し、 両者の話し合いを続けること、支援文書提出期限を設けないと両者に通告し、これを受けて、同年6月17日ライトニングは、提訴を取り下げている。同年7月13日、両者で、話し合いが行われたものの県協会側は、決定を覆すような要素が出なかったとの理由により、結論を変えなかった。2015年7月16日、JPBL 理事会は、 研究会の結論を受け、ライトニングの2016から17シーズンからの JPBL 入会を承認しないと発表した。JPBL に参入を希望しながら入会が認められなかったのは、事実上活動休止中だった和歌山トライアンズと広島ライトニングの2チームのみである。2015から16シーズン終了時点。過去の所属選手、 BJ リーグ参入後広島ライトニングの育成組織にあたり、バスケットボールと英会話を指導普及することで、世界的なプレイヤーを育てようと活動している。開校しているクラスは以下のものになる。2015年現在、中区校、西区校、浅南区校、西区校の広島市内4校、呉校の呉市内1校の全5校で運営している。 サンスターホールは2014年1月秋軍坂町とサンスター間で命名権契約したことにより名称が決定したものでこのチームとは全く関係なかった2014年10月チーム名広島サンスターズと開幕戦試合会場サンスターホールを公表した際取材したメディアはたまたま同じであると配信しているありがとうございます